スタート画面にあるインターネットエクスプローラーのタイルをクリックします。ウェブページが表示されました。画面上で右クリックします。上部にタブバーが表示され、開いているページがサムネイルで表示されます。タブにはアドレスバーが表示され、 URL を入力してページを移動することができます。移動をクリックします。入力した URL のウェブページが表示されました。画面の左端中央にカーソルを合わせると、 左向きの矢印が表示されるのでクリックします。前のページに戻りました。画面の右端中央にカーソルを合わせると、右向きの矢印が表示されるのでクリックします。次のページに進みました。このように、 各種ボタンやアドレスバーなどは必要な時だけ表示されるので、とてもシンプルな画面でインターネットを楽しむことが可能になっています。以上で、新しくなったインターネットエクスプローラーの画面説明は終了です。